フィジカル勇者始めましょうか。いきなり。ちょっと待って、何これ。強っどういうこと。いきなりなんかバトルになったんですけど、どういうこと。強いなおいどういうこと。普通に殴って4000、んぐわっ、何チンピラ大丈夫かこれ主人公ってことで、道具屋の娘な、めちゃめちゃなんかありがちな漫画のワンシーンみたいなことになってるけど、急によかった、そいつは岸田にでも突き出しておけ。それも約束くれないか。仕事仲間が怪我をしまったんだ。今のでは怪我してねえぞっていうアピールな。はい、八コロドになります。ありがとう。それじゃあの少しいですか俺がしてんだよなあ、そっち、その勇気ある行動、そして強盗を一撃で倒してしまう鉄拳、素晴らしいです。それを見てお願いがあります。お願い。いや、それでもお前は誰なんだ。あ、すいません、私は魔導騎士団所属ラティアと申します。俺はギルマだ。それでお願いってのは何なんだ。ですね、突然で驚かれるかもしれません。嫌ならもちろん断っていただいて構いません。ていうか普通は断ると思うのですが。あなたを勇者としてスカウトしたい。なるほどね。私と一緒に魔王を倒す旅に出ます。とかめちゃくちゃ強いもんな。 HP は9999、しかも素手で4100のダメージ。勇者いいぞ。軽いね。そんな中もうあれか、魔王すらもこいつにとってはそれそれやっぱりダメですよね。またこいつさらに異世界転生もののオレ杖主人公を思い出すから、なんかちょっと複雑な気分だな。こいつもあれか、スマホ太郎になっちゃうのか。勇者って、あのここが魔王を倒すために募集してるやつだろ。いいぜまあ間違ってもあれ俺またなんかやっちゃいましたみたいなさ、クソうぜえこと言わなければ。いいんですか。だからそう言ってる。いやだって魔王飛ばす旅ですよ。何人もの勇者が挑んで帰ってきてないんですよ。それでもいいですか。いいぞ知るかもしれないんですよ。そう、知るかもしれないんですよ。手伝ってくれるんだろ。なんとかなるだろ。この人大丈夫かな。いや私の顔を信じよう。いくら強いとはいえ、まああの魔王だからっていう感じなんだろうな、こっちもな。わかりました。さすが後藤グパチで成敗した男、それこそ勇者です。それはどうも。それでは早速案内車両で私についてきてください。その前に仕事場に戻っていいか。親方に勇者になるって言ってこないと。それにこの約束を届けないといけないからさ。あ、失礼しました。すいません、配慮が足りてませんでした。長い旅になると思うので挨拶とか準備はしっかりしておかないとですね。それでは私は一旦お城に戻ります。ご連絡先を。ちょっと待っててくれ。なんかさ、めちゃくちゃ速いスピードで、常人では理解できないスピードで帰ってくると。頑張ってこいってさ。早っ。そして親方変わる。何か問題でも。いやあのですね、王国に正式に認められた勇者というのは莫大な支援を受けられる代わりに命がけで旅をしなくてはいけなくてですね、名誉と危険が伴う難しい職業でしてね。こういうのは早く行動した方がいい。そうだろう。まあそうですけど。はい、わかりましたまあこういう性格なんだなってのはちょっとずつ分かってきたな、こいつもな。私が悪かったです。それではお城へ行きましょうか。おお、なんだこのさ、一切の恐れを知らない、なんだか話がトントン拍子に行き過ぎてる気がする。なんか逆に不安ってやつだな。行け勇者よ。なんだこれだけはあ、なんかちゃんと勇者一式みたいな装備してんだ。いつもこんなもんです。あ、もう何度目か分かんないぐらいあれ繰り返してんだな、こいつはな。まあかなり久しぶりなんですけどね。さあそれでは行きましょうか。まずはこの街から出ましょう。まあでもさ、見てもらったら分かると思うけど、フェイスチャットが開放されました。なんだ、画面左下にフェイスチャット名が、何それ。 C キーを押すと某 JRPG のようにキャラクターの会話を楽しむことができる。へえ、あーなるほどね。はいはい、意外といい装備。やってみようか。意外といい装備。それにしてもすごい装備だな。しかもこんな大金まで。松明と魔法の鍵120ゴールドしかもらえないと聞いていたんだが。それは勇者の募集が始まってすぐの時ですね。当時は志願者が多くてこんな手厚い補助なんてなかったんですよ。最近はすっかり志願者も減ってしまいましたね。そうか、やはり危険だからか。あ、ギルマさんには大丈夫と思いますよ。一緒に頑張りましょう。やっぱ、あー、なくなっちゃった。一回切りなんだな。改めて見てもこいつ、あ、でも SP はないんだ。なるほどね。脳筋なんだな、こいつ。だからフィジカル勇者なんだよ、やっぱりあのタイトル通り。なんかその体使う系は攻撃力999、防御力999、ただし魔法力は11、魔法防御13やばくねえか。ちょっと待って、これピーキーだなこいつ。強いけど、まあこいつはレベル1だから、まあ、こいつを育てていかないことにはっていう話なのかな。何レベルで、何レベルって、ちょっと待って、こいつをレベルアップする。よく見たらこいつレベル1じゃねえか。うん、まあ、ってことはギルバを育てる。いやでもこいつ育つのか、これ以上あんま意味なくねえか。魔法防御が上がってくれるなら育てる意味もあるけど、まあとりあえずやってみるか。とりあえずじゃあ話しかけてみようか。まず子供たちからな。ほらほら追いついてみろよ。これは待ちなさいよ。どこにでもいる。
どんな RPG でも存在するよな。ああいうさ、ぐるぐる回ってる広場をぐるぐる回る子供たち、定番なんだよな、もうな。そしてじゃあ、まあ、勇者となったからには、まあ、お決まりのね勇者は、他人の全く知らない人の家を、勝手に物色し、勝手に物を取っていく権利が与えられます。ライフボトルってのはなんだ、戦闘不能から完全回復。こんないいものがなんか普通に民家にあるよくわかんねえけど、お久しぶりの勇者か。俺も死がしようかな。元勇者なの？あ、違うか。久しぶりってどういうことだ。髪の綺麗なお姉さん、あら、あなた勇者になったの、すごいわね。選考基準厳しくなったらしいのに、まあ、すぐ死んじゃうからってことだろうな。だからそれだけ魔王が強いってことだ。だがしかし、俺の強さは冒頭でご覧の通りだ。勇者制度は勇者に志願した者を支援するための制度なの。少し前は志願者が多かったのに、最近はかなり減ったみたいね。まあこいつは最近は人手不足でね、兵士や騎士はこの町を魔物から守るので手一杯だ。勇者、魔王を倒してくれよ。あ、そんなにもう魔王軍のあれが勢力がこの井戸には入れないよ。ほう、入れない。あ、本当に入れねえわ。なるほど。あれ、土下座どっちだったかしら。ここだね。あ、これ武器屋かな。誰が主人かわかんねえこいつとりあえず話しかけてみるか。こいつは若手か、修行中ね。こっちか、仕事中だ。装備変えないの。なるほど、ここは鍛冶屋ってことか、武器屋ではねえんだな。こっちが道具屋で、あ、ここあれだ、チンピラをあの目の前でやった。さっきありがとう、ゆっくり見ていてね。金めっちゃ持ってんだなんで120ゴールドがどうのこうのって言ってたよね。なんでこんなお金持って、これ買った方がいいのかな、この辺。まあでもいっか、別に。なんかめちゃくちゃ強いじゃん、これ。なんかさ、レベル1だけどさ、HP 9999なわけでしょ。あ、でも、ラティアのために買っとくみたいな。あ、違う。そういうことか。防具とか、いや、待てよ。防具も、魔法防御が上がるやつは買う必要がある。魔法防御、魔法防御。魔法防御が上がるやつは、あんまねえな。あ、これか。ハーミットローブ。でもギルパが装備できない。意味ねえじゃねえか。ギルパが装備できて魔法防御が上がるやつじゃないと意味がない。防御力は意味ねえんだよ、もう。レベル、まあ、999だから。ちょっと待って、魔法防御、あ、これか、これいいじゃん。あ、でも装飾品か。こんなあんま意味ねえよな。なんかさ、属性半減みたいな話でしょ。まあとりあえずレベル1で、あの、伸びしろのあるラティア。もうギルパに関しては伸びしろないから、伸びしろがあるラティアのために、高いものを買ってあげる。これが大事なんじゃないか。だから、これ、これだな。あとは、ミスリルベストでしょ？あと、帽子な。帽子もラティアのために帽子。ローブは多分ベストと重複するから意味がなくて、あ、そんだけかな。あとは装備か。で、装備も、あの、ギルバは装備する意味は全くないから、ラティアは、これだな。これ以上あるか？ないね。だからこの霊木の杖を買って、とりあえずこのラティアのためにいいものをいっぱい買っておく。こうする。で、ギルバお前はもう別にいいやでも素手にしたらどうなるんだ、これ。全て外して999じゃねえかよ、おい。変わんねえじゃねえか。もじゃあこの場で行くわ。もうこいつ、あれ、999固定みたいなとこあるんだろうな。行くか。じゃあさっさと、こんだけ強いんだからさ。あ、なんかイベント？ギルバさん、これがワールドマップです。ここから私たちの冒険が始まるんですね。そうだな。あそこに見えるのは、あー、魔王城ってこと？あの、ドラクエ1みたいな感じでさ、もう目の前に見えてんだな。そうです、あそこが魔王城です。噂には聞いていたのが本当にここから見えるんだろう。しかし冒険という割には、随分と目的地が近いんだな。船ですぐに行けそうだ。いや、船では行きません。この大陸を回り込んでいきます。ん、そうなのか？いきなり行ったところで帰る人に会ってしまいそうだしな。それもありますが、その海は船で渡ることができないんです。ここから穏やかな海に見えますよね。ですが、魔王の魔力の影響で少し進んだところは、船も進むことができないほどに激流なんです。そうなのか？そうは見えないけどな。あんまり近づくと危ないですよ。強力な魔物もいるそうで。いるね。もうこれ早速バトルになるのか。逃げてください、私が叶う相手じゃありません。え倒しちゃうんだろんで。ドラゴン、ギルバさん、危ない。ゼロギルバさ、えもうこれさ、異世界転生オレツエ主人公系のアニメでもう何百回も何百個もねえわ、アニメは。すいません、盛りました、早速盛りました。でもさ、何回も見たよ、そのシーン。ほらね、ワンタン出た。俺またなんかやっちゃいましたって言うんだろ、こいつ。どういうことですか？倒せてしまったな。意外と大したことない魔物だったな。いや、今のはどう考えても私たちが倒せる。もうこのくだり、もういいんだよ、スマホ太郎はよ。ギルバさん、どうしたですか？考え込んじゃって。あ、いや、ちょっとな、まるで将棋だと思ってな。いいか、どうぞ。何してんの試したいことって
もうだからさ、そういうのさ、お、できたな。海が割れた。こうして異世界転生俺杖主人公は生まれるんだぞ、マジで。もうそのアイディアは飽きてんだよ。確かにすごい人だとは思っていたけど、親方とか言ってたからさ、普通に仕事してたってことだろ、こいつその辺で。そんなやつがおるか。こんなクソ杖のによ、さっさと行くか。あ、今 C 出てた。ちょっと見ようか。こんなおどろおどろしい BGM で聞くのやだな。さっきのやつ意外と大したことなかったな。今さら聞くすんのもなんですが、ギルバさんは特殊な剣術の、いや剣術っていうか多分グーで殴ってたよって。今素手だったしな俺。いや教育の一環でやってくれだ。あれはみんな、あれはみんなやるだろ。あー、ムカつくなこれな。あれだ、あの適正試験とかでさ、学校内のさ、なんか魔力を測る実験ですみたいな感じでさ、では皆さんファイヤーを打ってみてくださいとか言ってさ、あとはもう語らなくてもわかるよな。あれなんだよな、完全に。なんか水晶玉に魔力を込めるのです。で、輝きのその明るさでなんか魔力の強さがわかるんです。では次、あの主人公くんどうぞってなんか主人公が手をかざし、もうわかるよね、あとは言わなくても。バカな、あれは絶対に割れないようにできているはずなのに。クソったれが、マジで。もういいんだよそれは。何回聞かされたと思ってんだそういうくだり。一応義務ではありますが。そうですか、基礎してる程度なんですね。それでよく先ほどの魔物を倒せましたね。子供の頃から運動には自信があるんだ。それでも海を渡り一撃で刺さるとは思ってなかったけどな。本当ですよ。この後さ、なんかあるたんびにさ、このラティアがさ、あのびっくりしてさ、もうこれヒロイン役な、このラティアが。で、え、そんなみたいな感じでさ、目をパチクリパチクリさせながらさ、で、あれだろう、なんか敵として現れたさ、可愛い系の女の子とかがさ、なんかさ、こいつの強さにびっくりしてさ、なんか急に一目惚れするみたいなさ。ここが魔王の城か。ここの親でも倒せばいいわけだな。え、なんで私はポケション一時魔王の城にいるの。さて、行くか。へえ、ここまでたどり着いたのはあなたが初めてです。な、現れんだろ。あ、びっくりした。なんか女幹部が現れてさ、で、そいつを一目惚れさせてみたいなところまで来たら、俺はもうグーパンチが出るとこだったよ。モニターにグーパンチだったよ。ごきげんよう、私はバーだ。はい、読めました。こいつがもう今からなんかもう小指とかで殺されます。ここまでわかりやすいやられ役ねえよな。右腕現れたもんな、魔王の。これはこれはご丁寧に挨拶ありがとうございます。それで私たち何の用ですか。何の用。それはこちらのセリフですよ。自分の縄張りに無駄で入られても知らぬ顔するほど部屋ボケしてるんですか人間は。我々の常識で言えば、そういった方には力づけでお帰りになっていただく、もしくはこちらの安全のためにも死んでいただくしかありません。そちらの世界で言えば、正当防衛という言葉が適切なんでしょうか。こいつ凄まじい魔力。その凄まじい魔力量を今から、小指でへし折ります。プチってします。ギロさん、ここはいつだ。いや、もう教科書に出てくるよな、このセリフな、さっきから。俺は勇者ギルバ、魔王を倒すためにここに来た。邪魔するなら力づくても引いてもらうぞ。ちょっと、せっかく痛い目に遭わないように気を使ってあげたのに、そう来るんですか。もう死亡フラグはこれでもかというほどに立てているね。ちょっとギルバさん、何してるんですか。帰りましょう。それならこちらも全力で行かせてもらいますよ。もう読めるんだよこいつらが何て言うか、もう次のセリフが。ほら行くぞ。やめましょう、逃げましょうみたいな感じでずっとさ、逃げようとしてるんだよな、ラティアは。こいつを倒せばいいんだろ。なんかラティア、あ、そうかそうか、レベルが上がったから HP 減ってる。もうお前見とけ、そこでどうなるか見とけ。こうなんだよ。4216ダメージ。ちなみに今俺は素手だ。極上数100層手に入れたらレベル12に上がった。くぅ、へ。この反応がムカつくんだよ、もう。へじゃねえんだよ。模範解答しやがって、この野郎。ここまでですか。まさか私がこんなあさりやられてしまうとは。メイドの宮城に教えてあげます。メイドの宮城に教えるよな、こういうやつら。このとおり、4つの宝玉は集めなくても通れるんだよね。メイドの宮城の使い方違うぞ。人間の言葉難しいですね。だからさ、しながら、さて、じゃあ行くぞ。ちょっと待ってください。ん、さっきも思ったのですが、ギルバさんは冒険に出るのは今日が初めてですよね。そうだ。ですよね。ではなんでこんな強いんですか。わからない。わからないことが普通ねえだろ。ありえねえんだよ。たださっき海で魔物に恐れそうになった時、不思議と力が湧いてきたんだ。その年になるまでさ、その不思議な力が湧いてこなかったことがなんでないんだよ。じゃあ、え、それってどういう。それを行くぞ、今なら何でもできそうだ。え、ギルバさん、その扉は4つの宝玉がないと開かないじゃん。クソが。もう突っ込むのやめよう。ずっ
対こうなると思ったんだよな。話聞くか。さっきのボブドが言ってた4つの攻撃って何だったんでしょうね。どういう意味だ。攻撃って要するに鍵みたいなものですよね。わざわざそんな仕組みを作った理由って何だろうなと。侵入を防ぐことが目的ならいらないでしょ。ふむ、勇者の力を試すとかじゃないか。いやいや、さすがにそれはないと思いますよ。なるほど、向こうもなんか考えがあってのことなのか。てかこれ4つも並んでるけど何の意味もないんだ。これ右側行けたりしないか。まあじゃあさっさと行きますか。なんか結局レベル差、そういえばレベル上がったけど、あ、ちゃんとなんかさ MP 増えてる。あ、若干魔法力増えてる。え、でもさ、こいつさ、魔法防御とかないからさ、どうせさ、あれだろ、魔王はさ、魔法系使ってくるから、きついよみたいな、そういう話なんじゃねえのか。こっちにしよっか、薬草にしとこ。ねえ、なんか、大体、あ、待って、このクリスタルで全回復できる、もしかして。なんだ、これは。これは回復石です。HP と SP は、ここで全回復できます。危なくなったら、ここまで逃げていきましょう。そうか、ありがとうな。こんなこと、魔王の城で教えることじゃないんだけどな。まあ、なんで魔王の城にそんなものがあるのかっていう話は、まあ、置いといてな。それは RPG のお約束だから。そこは突っ込んじゃいけない部分だからっていうことは、俺もわかってる。でも、そんなこと、え？何？今のラグは。なんかラグ、え？あ、びっくりした。こっちか。右に行くんだ。はいはいはい。で、あ、なんかまたいるよ。だから、してんのか、まさか。なんだ、あの黒いやつは。あれは魔物です。接触すると戦闘が始まります。そうか。危なくなったら接触しないように気をつけないとな。そういう期間をもっと早く出してほしかったけどな。え、でもさ、レベル上げ、あ、危ない、魔物がたくさん。強そうな魔物が多いな。防御しっかりやっておけよ。言わなくてもやってますよ。それだけか。じゃあ、さっさと、こいつを蹴散る。あ、強そう。デーモンとベヒーボス。まあ、でもさ、デーモン、ラティアをずっと防御させとけば、でも負けるということ。え、ちょっと待って、シェイドだと。おい、ちょ、あの魔法防御は俺ないんだ。やばい、ちょっと、あ、なんかあるこんなのあるんだ。え、こいつ、え、でも撃てないよ。なんで撃てない。え、あ、剣を装備してないから撃てない。さすがにちょっとナメップが過ぎたか。ちょ、剣装備するわ次から。ちょっとナメップが過ぎたな。おしおしおし、いいよ防御。ああ、なるほどね。ちょっとこの辺からちょっとあれだな、普通に RPG としての難易度が上がってきた。なんかさ、そう、普通に物理防御は、物理的な攻撃は全然大丈夫なんだけど、ギルバは、防御、魔法防御がないから、魔法攻撃をされると、そしてラティアは普通にもうただの雑魚。普通にナチュラルにこいつは弱いから、ヒールどのくらい回復するか、ちょっと自分にかけてみてくれ。あ、ちょっと気合溜めてる。やばい。ちょっと、待って。一回回復させて。一旦回復させて。で、OK、いいよ。700だったらまあまあ回復するな。で、防御しといて。で、あー落ちないんだ。ちょやばい、強そう。あ、そっか、これあれだ、物理じゃなくて魔法だから効くんだ。ちょ、ギルはさ、どうにかして魔法防御上げないとやべえか。めっちゃ経験値もらえる。2万3550。そんなにサクサクだね。そしたら X ヒーリング、あ、大か、いいね。はいはいはい。ヒールでまあケチっていくか。で、装備をちゃんとしておくことによって、これであれだよな、剣技を、あ、いるね、また。倒していこうか。さっき使えなかったけど、今度は、あ、そうだよね、使えるようになってる。だから魔法、あれだ、剣を装備しないと使えないんだ、この、特技。で、他は、大幅に上げる。へぇ。まあ、ぶった切りでいいかな。で、こいつも、そろそろちょっと戦闘参加してみてもいいか。スリープ、スプラッシュ、セイントとかどうだ。やってみよう。ぶった切り放った。6000か。なるほどね。クソ強えんだな。あー、まあラティアいらねえな、これ。もうダメージ受けてない。だからさ、こういうさ、物理攻撃をしてくる系の敵はもう、全然ギルバの敵じゃないから、楽勝なんだよな。オッケー。ガンガン、あれだ、レベル上がってる。これレベル上げる必要性あるかな。で、あ、でもある気がするな。なぜかというと、やっぱギルバが魔法防御が弱いじゃん。だから、おお、ドラゴンシールド。ドラゴンシールドはどういう効果？いやー、もう、物理防御はもういらないんですよ、これ以上。で、ドラゴンシールド装備できないから意味ねえ。あ、待てよ。なんかさ、そう、これ。回避と、あと、炎属性を軽減。こういうのがあるから、装備した方がいいんだ、やっぱり。防御力自体は変わんないけど、いいよいいよ、どんどんある。あ、いいよ。強えな。これな。オッケー、いいよ。どんどん強くなってる。で、こいつらも倒してレベルも上げて、魔法攻撃してきそうなやつが2体いるから、先に炎のスピリットから行く。で、炎だから、ないか？あ、あるわ。スプラッシュ。こういうのが効きそう。B で。多分ワンパで倒せるよね。うわ、会心の一撃2万。桁がおかしい。いやー、それきついんだよな。それ魔法だから効いちゃうんだ、ギルバが。いやー、替え抜き。やっぱそういう系だよね。まあまあ、ちょっとラティアで一回回復した方がいいな。ぶった切りを炎スピリットで。
まあエクスヒーリング、ここはちょっと出し惜しみせずに、ケチらずにエクスヒーリングでいこう。でラティア全回復しての2500ぐらいなんだ、エクスヒーリングっつっても全回復じゃないんだね。でこれでまあ落ちるでしょう。オッケー、これで終わりだよな。会心の時無駄に出していく。22000。それになんか新しい技覚えたよ。レベルの上がりが C。みるみるレベルが上がっていくな。敵が強いからですね、私もこんな魔法が作れるようになるとは。魔導士騎士なんて魔法学校でトップクラスの功績がないと入れないエリート集団だろ。その種族だった割には最初使える魔法が少なかったよな。芝居だったもので、なんで新米がなんか勇者の音もしてんだよ。訓練では使えていましたが、実戦となるとなかなか使えなかったんですよ。なるほどな。いや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 、あのさ、目いっぱいのさ戦力出していけよ王様。なんでなんかこの新米を出してんだよ、おかしいだろうが。まあまあまあいいか、その辺もな、ちょっとなんかあの異世界転生アニメっぽくていいよな。なぜそのなんか全力でいかないのか、なぜなんか出し惜しみをするのか。そうしないとあれだろ、あのアニメが成り立たない、これで言ったら RPG が成り立たないから、あの最初から強い武器防具を王様が与えないのと同じ理屈だ。あのそんな強い敵、最初からなんかレベル99の仲間とか、まあレベル99はねえか、レベル30とか40の仲間とかあれ用意しても面白くねえでしょっていうことだね。なるほど、まあそれは分からんでもない。ベヒーモス1体だけか、なめてんじゃねえぞおい。こんなのラティアも攻撃だ、こうなったら。やべ、ちょっと待って、ワンタンで絶対倒れると思ったら、やばいやばい。ああそっちだろ、よしそっちなの、全然 OK。 ぶった切りして、ラティア防御しとけ一応な。こいつ HP バカだな、 HP 多い系か。だがしかし敵ではないと、レベルガンガン上がる、レベルもう25だよ。ステータス一回この辺で見てみようか。なるほど、全然上がってない。こっちはちゃんと上がってんだけどな、おかしいな。ギルバはいつまで出てても魔法防御が弱いんだ。あでもさ、なんか単純な異世界転生俺強いんですけどさ、なんかもう何でも全部強い、もう全部お前がやれよみたいなさ、あのそういう系じゃなくて、ちゃんとあのウィークポイントもあるところが なんていうかな、面白さがあるというか、ちゃんとしてるよな。一切のなんかもう隙がないみたいな感じだとしらけるじゃん、やっぱこっちも見てる側としても。だけどちゃんとこう弱い部分もあるんだよっていう方が面白いよな、なんかリアリティがあって、まあリアリティはもうないんだけどほぼ。だけどなんかそんな中でもっていうか、今のどうすればいいんだ、誰だ、え今のなんだ、え斧みたいなの、これこれ、え斧だよね、え仲間増えるのもしかして、えそういうことでしょ、そういうことだよな、これだって手に入る意味ねえもんな、仲間が増えるんだ、仲間、あ、これなんだ、あ、これ全体攻撃じゃん、あんじゃん、全体攻撃あるんだったらこれでいいや。これが、え、どのぐらい食らうんだろう全体攻撃、単体攻撃よりこれの方が強えの、もう終わりじゃねえかそれはよ。全部あとギルバがこれやって終わりだろうが。あ、なんか出た、使えない装備、さっき手に入れたやつだね。んこの調査装備、俺もラティアも使えないな、もっと仲間がいれば誰か使えたかもしれませんね。仲間を探す暇もなかったわけですが、ああそういうそれのための装備だったんだ。じゃあこれ別に誰かに使うとかじゃねえのか、一応あれだな、回復しよっか。ラティアでヒールでこっちと MP 回復する術がないけど、まあいいか、勇者の MP200 いくらあるかも、あれ使い切ることねえだろ多分。お宝箱あるよ。ミスティークロス、クロースってことは服か、あれ違うな、あこれより強いんだ、ハーミットローブ、いつ手に入れたこんなの、めっちゃ強いじゃん、いいね。こっちが装備できるのは、あミスレルベスト、いや意味ねえんだよな、いやこれ本当に意味ねえよ。回避プラス50、こっちの方がいい、なぜかというと防御は変わらねえから、こういうなんかあのプラスアルファの付与効果の方が欲しいから、こいつとしては。炎のスピリットはあのこれで一撃っていうのはもうさっき見て分かったんで、1万2000ぐらいダメージ、9000、9200、9500、もう全然これこの辺の敵はもう全然楽勝。ダイダルウェーブ覚えた、常になんかすげえ強そうな魔法も覚えていく。さあこいつも倒していく、なんかさサクサクだからさ全部の敵倒していきたくなっちゃうな、倒したらもうレベルアップ確約されてるみたいなとこあるからさ気持ちいいわけよ、全部ワンパンだしギルバの。これなんかサクサク気持ち、なんかストレス解消みたいな感じだわ、なんかあのプチプチをなんか潰して回るみたいなさ、あの梱包材の。賢者のサークレット、いいね、なんかこうどん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 さ装備品もガンガングレードアップしていく、これもなんか気持ちいいな。そしたらこいつも倒していこうか。さあドラゴンは楽勝と、一撃だ、普通に攻撃で。ラティアは身を守っていて、これどういうことなのこいつマジで、ドラゴンワンパンだからな。こことかなんか怪しい、何もないか、
なんかそろそろ魔王出てきたりしねえか、大丈夫か。あ、2回行けるのね。あ、3回か。そしたらこっちは結構広いな、おい。え、ちょっと待って。この広さはなんかさっきのとこ行っといた方が良かったかもしれない。なんかこっちはあれか、正規ルートこっち。え、広すぎん？どこが、え、今の正解か、それともこっちが正解。なんか広すぎてわかんない。んあ、こっちが正解だ。うわー、きちゃ、いや、一回上がって、待てよ、上がったら急になんかもうイベントが発生して戻れないってなる可能性があるから、こっちは、こっちがなんか回り道だったりとかしないな、しないな、あ、しないね、ボス戦だね。じゃあちょっと待って、戻るわ。ここの宝箱を2個まず取る。なんかすげえの手に入ったけど今。なんか、え、今何、あ、え、装備できないの？あ、また装備できないけどみたいな話もいいって、そういうの。あとはさっき手に入ったのこれか、ドラゴンヘルム。なんかさっきからドラゴン系がなんか手に入るからさ、炎軽減ばっかりなんかつくじゃん。これなんかさ、あれなんじゃないのか、ラスボス魔王様がさ炎系を得意とかしてる、そういう話なんじゃねえだろうな、それの伏線みたいな。ベヒーモスはぶった切りで一発と、あ、一発だったっけ、違った、あ、違った気がする。やばい、やばいやばいやばい、ちょっとちょっと、ラティア、ラティアだけは、ラティアだけは勘弁してください。ちょっとラティアだけはダメっつっただろうがよ、おい。ライフボトル使って、もうこんなところでライフボトル使ってていいのかな。やめろよ、ちょっとラティアやめろ、ラティアはやめろ。あー、それならよし。やべえ、ちょ、一瞬の隙が意外と、だからこういう隙を見せるとダメ、終わっちゃうから危ねえマジで。もう今のもう通常攻撃じゃダメだったかもしんねえ。本当に油断しちゃダメだわ。ちゃんとこういう風に、あの、なんていうの、隙もある。ただただポケーって眺めてたらいいような、あの、もう何の隙もない、あの、超最強主人公じゃなくて、ちゃんとそれぞれ各々の弱点がある。ギルバは魔法が弱い。ラティアはもう、ラティアはなんだラティアは弱い普通にラティアは弱い。で、ラティアをいかにこうかばいながらギルバが戦うかみたいな話だな、これな。だからギルバの弱点でもある、ラティアが。もうラティアだから外せばよくねつけ、もう連れてこなくてよくね、こいつまあでもあれだ、こいつの魔法が最終的に、あの、魔王様と戦うときに大事になったりする。え、ちょっと待って、 MP さ、そろそろヤバくねえか。73、あ、そっか、あの、クリスタルがそういえば上にあったね。あのクリスタルを使えば、ま、MP も全回復するよね、多分。だからそこで回復するっていう、あの、あれだな、寸法。 OKOKOK だったらここで使いまくっても大丈夫。で、このスプリット倒して、だいぶレベル上がってねえか、っていうか34だよ。でもさ、レベルどんだけ上がったところでギルバはやっぱりなんでこいつ運だけどんどん上がってる。なんだこいつ気持ち悪いな。なんで魔法だけはからっきしなんだな。で、ラティアはまあバランス型で、まあ普通の凡人としての上がり方をしているな。なんでこんなピーキーが生まれたんや何をしたらこんなピーキーが生まれるんだ、このようによ。おかしいだろ、神様が作ったなんか欠陥品だろこれ。バグだろこれ、この世界の。あ、なんでお前、くっそ、やべ、ちょっと待って、ラティア攻撃しちゃった。で、このナメプがだからまずいんだって、ナメプしちゃうとちゃんと防御しとけ。まあでもこいつは魔法攻撃系だから多分大丈夫だと思うんだけど、一応な、もうなるべくも一瞬の隙も与えない。ちゃんとヒールするからな、こんだけでもちゃんとヒールする、一瞬の隙も与えずに。あ、そうそう、こっち行きたかったんだよ、こっちの。あ、そうだよね、こっちがだから回り道なんだよな。やべえの手に入れちゃった。何今の、魔剣。うわー、全然だってさ、武器がどんだけ強くなっても意味ねえんだよ。魔法力上がるけど、こいつ魔法使わねえし、魔法防御が上がってくるよ、意味ねえ。ゲイボルグとんでもねえのがさっきから手に入るどういうことだろうねえ。もうそれさ、なんか武器が強すぎるからさ、別にさ、なんかあんま強くねえ味方だとしても、武器のおかげでなんか戦力になるみたいな話ねえか。レベル5ぐらいのやつだったとしても槍が使える人いませんかねみたいな。とりあえずワンパン当ててくれればいいやみたいな。このゲイボルグのさ、攻撃力をもってしてワンパン要員としてさ、連れて行きたくなるよな。あ、逃げちゃった。あ、逃げると消えるんだ。ちょっと、あれだな、経験値もったいなかったなって気もするけど、もう散々レベル上げてもそろそろいいか。そうだな、もういいか、めんどくせえ急にめんどくさくなる男、うん。あ、なんかまた覚えて、あー、なんだ今の、当たってたけど当たってないみたいな。もういいやもうめんどくさくなっちゃったんだよ俺はよ。こっち行って、だいたいこれでさ、もう宝箱全部集めたでしょ。で、装備で、いや、だからミスリルベストじゃなくてこっちのがいいわけ。んで、でもそうなってくるとさ、まあ、今更なんだけど、あの、
武器屋とか防具屋とかで売ってたさ、あの装飾品絶対買った方が良かったね。なんかさ、もったいなくて、あのエリクサー症候群ね。なんだこの液体、え、まさかこれってエリクサー？すごく貴重な薬ですよ。伝説クラスの英雄が万が一のために持っておくような。そうそうだ、大事に使わないとな。なんでも一度も使われたことがないって噂ですけどね。なんでだいや、もったいないと思っちゃうらしくて。いやいや、そんなバカなことあるか。まあまあ、ちゃんと使いましょうねラスエリ症候群な、わかるよ。なんか最後の方なんかさ、エリクサーとかはさ、ラスエリと違ってさ、あの盗むとかで手に入るからさ、なんか俺そういうのさ使わずにさ、でも欲しいっていう、なんかそのよくわからない関係上、なんか最後99個持ってたりするんだよな、よく。お前何なんかいるんだけど。とりあえずじゃあこれで MP も、いやそうだね、回復するよね。これでもう敵なしだろ。あえ道具屋、魔王へ挑む前に準備はしっかりしておいた方がいいですぜすげえなこいつ、魔王様を売ったってことだよな魔王よりも俺はお金の方が大事なんだ。フィジボールパウダー、何これ、ね、味方全員の HP を50か、50%強くね。SP、 これ調整後ね、これ買ってさ、てかちょっと待って、お金がとんでもないことになってるんだけど、今気づいたんだけど。何、やばすぎるだろ、この辺いくらでも買えるだろいくらでも買えるわマジで。エリクサーも買っちゃうわちょっと待ってな、武器、あ、そう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 、だからさ、武器防具でさ、あの装備してないやつで、あのなんか特殊効果、こういうのこういうの、あでもホビトル、装備できないんだな。ギルバは、ギルバはとにかくあのなんちゅうの、防御力とかはどうでもいいから、その代わりにつくようなものが欲しいんだよ。あでもこれだけか。あソードブレーカーは会心が 3%9%、 あー会心ついた方がいいよね多分。ソードブレーカー、あ装備できねえんだ、魔剣ティルババティルビングのが強えな。そうなってくるとやっぱここっすよね、炎軽減をひたすらになんかこのゲームが押してる気がする。だからこれを装備します。ラティアは魔術の、指輪装備してるから意味ない。オッケー、これでいこう。これでこれでこうね。多分さ、こんだけドラゴン、何魔王がいますね。いいよいいよ、もう準備できてるもん、楽勝だよ。俺のさ、今までの見てき、お前見てこなかったの、海をさなくしたんだよ俺海なくすってなんだその言葉。ほう、ここまで人間がたどり着くとお前が初めてだ。うわ、初日でたどり着いた初日でまあでもさ、ここまでの流れからしてさ、まあこいつも多分それなりに強いんだろうけど、あんたが魔王か、いかにも。ん、なあこいつの方が強いってことでしょ。ふむ、お前強いな、それもこのようなものとは思えないほどに。それに肝も座っているようだ。座りすぎなんですけどね。まああんだけ強かったら座るだろそりゃ肝も。ここまで期待できるものは7年前の対戦以来か。7年前の対戦、まさかライルというものだったか。あの魔導士だ、やつは人間の中でも別格の強さだったな。思えばアルクルだったか、やつレベルの強者をこの城で待ち始めたのはな。ライル、そうだ私は、ま、あーなんか悲しい過去があったんだな。なんだお前は、すっかり怯えているではないか。あの時のとはならないのか。ふん、まあいい、覚えるにも足らないような小娘だったということか。おい男、名を聞きたい、戦う前に聞いておきたいぞ。ギルバだ、ギルバ、ギルバか。よし覚えたぞギルバよ、俺と最高の戦いをしようではないか。そっちの女もついで相手をしてやる、かかってこいラティア。は、はい、大丈夫だ、俺に任せておけ。かっこいいなおい。はい、行くぞ、来いギルバ。もう大体分かってんだよね、絶対ギルバが勝つでしょこれ。そしたら一応な、お前のそのなんちゅうの強さに、あの敬意を表して、気合をかけさせていただこうか。大幅に、まあお前は見とけお前そこで見とけ。これで攻撃の目標2段階一気に上がる。ダークレスゲートを唱えた。ん、あーなるほどね、少しかゆかったかな。そしたらこっちの番かな、狙われやすい挑発撃ってるのがいいかな。いいか、で真空波を打って、こいつどうしようかな。なんかさ、攻撃力上げるとか意味ねえから、あ、魔法防御上げる方法、あ、これこれこれ、魔法防御上げて真空波9500。なるほど、一発ではさすがに落ちないよね。そりゃそうかダメージ、もうダメージ受けてないもんだってゲームがもうね成立してないよ。魔王の攻撃をさ、ゼロダメージはもうそれもうゲームバランスも崩壊してるもんそれ無理だよ、もうね乱れ切りね分ける意味ないもん、連続攻撃の意味がなしてないもん、なん連続で攻撃されても意味ねえんだよ。そしたらこいつも一応攻撃とかしてみる、なんかこのセラフィムとかでいうさ強そうな魔法打ってみるか。一応こいつも一応な、あのお飾りじゃないぞ私もっていうところを見せてやるか。さあどうだ、魔法防御も2段階、え強くね、え
くわ。面白い。俺も本気を出す。第二段階ってわけか。なるほどな。いいぞ。おお、いいね。エクスプロージョンを捉えた。しかし魔法防御は二段階上げてある。準備。ちょっと待って。それずるくない？ちょっとラティア狙うのずるくない？ちょっと待って。ラティアを狙うのはずるい。それはずるい。ライフボトルもっと買ってた方が良かったかな。なるほど。さすがちょっと魔王だけあるね。そっち狙うのずるい。上等じゃねえかこの野郎。お前そっちがする気だったらよ、俺もいっぱいちょやってやるよ。もういいよ、おもりなんかしねえぞ。ラティアのおもりなんかしねえよ。もうだったらよ、おめえが悪いんだぞ。おめえが俺を怒らせたんだからな。ちょっと待って、次のターンで俺も MP がちょっとやばい、 MP じゃねえ、魔法防御が溶けちゃうから。あ、でも大丈夫、まだ大丈夫か。これの次くらい、なんだよ、2段階上げる必要ねえじゃねえかよ。9000が8000で1000しか減ってねえよ。超音波効かないんだよね。この野郎が。ちょっと待って、ま、万全をな、万全を期して、ここで極上薬草だ。お前の絶望するその顔を見てやるよ。ほらどうだ、全回復しました。お前がなんかちょこちょこ削ってたダメージ全部回復しました。ちなみに俺の HP、マックスで9999な。削り切れるかなお前に。よおら、チョンパ効かないんだよね。なんかさ、チョコ材な技しやがってよ。真の強者というものはまっすぐに攻撃する、ただまっすぐに右ストレートでぶっ飛ばす。浦部修介も言っていた、それだけなんだよ、それだけで十分なんだよ。お前みてえによ、なんかさ、よくわかんねえデバフかけようとしやがって、チョコ材な弱者のな、そういうのは弱者の発想なんだよ。これだ、このまっすぐに叩き切る8000ダメージ、これが正義なんだ。1500ダメージしか食らわせられないのかお前は。さっきからちょこちょこよ。そんなことしちゃってよ、お前エリクサー、俺エリクサーいくつ持ってるか教えてやろうか。おしまいだ、最後まで喋らせてくれよ。最後まで喋る前にもういなくなっちゃったじゃないか。くわー、しょうばったな。強すぎんだこいつマジで。なるほど、これが真の強者というやつか。次元が違う。あんたも強かったよ。そうか、俺は満足だ。最後にこんな戦いができてるのは、そういう系か。なんか武将みたいなこと言うなお前な。散っていったか。なるほど、もののふだったわけだなお前もな。ラディア帰ろう。本当にどうした？お前どうやって復活したんだよ、死んでただろうがよ。最後まで帰りの外だった。そうだな、お前邪魔だったよ正直。なんかさ、念のために道中の敵倒してレベル上げてたけど、あんま意味なかったな。多分普通にゴリ寄せたわレベル1で。なんだろうこの感じ。まあな。海も戻ってしまって、海が戻る。あ、まあそうか。この見えるなんか視界の部分だけを干からびさせただけであって、海は広いもんな、さすがに。ん？すか？ですか？ラディア、どうした？よく聞こえる。なんなんですかあんた。え、涙？なんで泣くの？え、ごめん。え、なんでこの BGM なの？しかもちょっと待って、思考が追いついてない俺。コミカルな感じでさ、なんなんですかあんたはで終わりなんじゃないの？ちゃんちゃんで、なんで泣いてるの？魔王はいなくなったんだよ、平和になったんだよ。え？この展開は俺も予想できなかったんだけど、ちょっと聞いてないんだけど。え、いや、その強さどこで手に入れたんですか？なんでもっと早くってことか。さっき言ってたもんな、なんか過去がどうのこうの7年前。ああ、読めちゃった。この後の展開読めちゃった。ごめん、この流れずっとバカにしてきたけど俺。どうせ主人公が強い系でさ、なんかよくあるアニメみたいにハーレム展開になってさ、俺またなんかやっちゃいましたってなるんだろみたいな思ってたけど、この展開は好き。そうだよな、こういう風になってもおかしくないよな。何でもかんでもうまいようにしか転ばないあの展開が俺ちょっと嫌いだったけど、こういうのはリアリティあって好きだよ。なんか主人公強いんです、何でもできちゃうんですけれども、こういう弊害はあるということ。これまで努力してきた私がバカみたい。あ、そっちね。まあでもそっちもあるよな。いや、リアリティあって好きだよこういう展開俺。あ、いや、え、私はモートブルのためにいっぱい努力してきたつもりです、命をかけてな。魔法の訓練、体力のことや魔法の勉強、何に対してもです。自分の人生をなんか否定されたような気になってんだよな。まあ根本にある部分はなんか嫉妬とかそういう、まああんまりよろしくない感情なんだろうけど、実に人間味がある。わかるよ。てかこいつがおかしいんだよ普通に、そもそも。そりゃこんなわけのわからない人間がなんかポッと現れたら、こういう反応するやつも現れて当然だよ。さっき魔王が言っていたライルという魔導士、その人は私のえ、あー、いや、なんかあると思ったけど、お父さんはちょっときついわ。そうと思ってた何倍も重いや。あれ、ちょっと待って、あのバカゲー、いやバカゲーって、
あ、書いてなかったかな。でもさ、なんかコミカルな展開の RPG ですって書いてあったからさ、なんかそのバカゲーのいつものノリでやったのね、俺。なんか今すごく、重いんだけど、何これ。私はお父さんを魔王に殺されています。私はそれが許せなかった。だから、いつかこの手で魔王を殺してやるために。そんなあなたは強かったのに、そんなに強かったのになんで、なんで7年前よりもっと早く勇者に志願してくれなかったんですか。そうすればお父さんは死ななくて済んだのに。旅をしながら経験を積んで腕を磨いて魔王を殺してやろうと思っていたのに。私の今までの努力は何だったの。あなたはそれを、私の努力はなかったかのように、意味がないかのように。いや、なら以上の役は倒したんだ。ダメだ、それ一番言っちゃダメ今。お前、分かりやすい地雷踏むなこいつ。そうですよ、確かに。だからこそなんだよ、分かってやれよ。これは私のエゴなのも分かっています。だからこそ、でもどうしても納得いくそうなんだよな。実に人間味があるな。私のこれからの生きる意味がこんなにも簡単に終わってしまうなんて。ギルバさん、私はこれからどうしたらいいんですか。返す言葉がねえよな。ん、何してんの。え、何してんの。あ、魔王城壊したってこと。剣を投げた。え、あー、剣がなくなってしまったぞ。これで海が割れないから回り道しないといけないな。でも道がわからないな、どうしよう。あー、まあ嫌味のようにも取れるけど、性格悪い人からすると。まあでも、まっすぐ取るんだったらこれは優しさだよな。え、どこかに道に詳しい人はいないものかな。それは私に案内しろってことですか。だからおそらく7年間魔王を倒せるだけの実力を持つ勇者が現れるその日まで努力してきたんだよ、この子は。その現れた勇者が魔王城に行くための道とかを事前に調べておいて、もしも倒せる勇者が現れた時のためにサポートするために道とかも全部頭の中に入れておいた、その努力とかを無限にしないためにギルバの優しさが出たんだな。ダメか。ははは、なんですかそれ。それでフォローしてるつもり。まあそうだよな。さすがにまっすぐ受け止められねえよな。こんだけだってさ、自分の人生ケチョンケチョンにさ、なんかバカにされたように。まあでも、このギルバの優しさもわかる。だからこそ、なんか複雑なんだろうな。いえ、わかりました。うん、吹っ切れたな。吹っ切れたな、ラティア。そうだ、それでいいんだ。前を向け。もう腐っていくだけだから、悪いこと考えてたら。どん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 人間って。私が案内して差し上げます。行きましょう。よかったな。ああ、よかった、最後ポジティブになれて。いやー、もうほんと救いがあって本当によかった。なんかここ、あー、よかった、終わった。もう最後さ、なんかもう闇落ちしたらもう本当にもうそれだけはやめてって思ってたから、よかった、救いがあるエンドでよかった。そうなんだよ、もう魔王はいなくなったんだよ。あとはさ、もう自分の人生を歩んでいけば、今お父さんのことは確かに悲しいと思うし、今までの自分の人生何だったんだろうってあるよ、そりゃ確かにあるんだけど、もう気持ちを切り替えて、もう考え方変えていけばいいから。これから第二の人生を。疲れ日も暮れてきましたね。あとどれくらいで町へ着くんだ。あと少しですよ。そこの丘を越えたところです。そうか、ラティア、今日はすまなかったな。突然どうしたんですか。いや、ちょっとつもしすぎだと思ってな。いや、まあでもギルバも謝るのも変なんだけどな。当然のことをしただけだからな、ギルバはな。早ければ早いほどがいいっていうのも正しいから。最初に魔物を倒した時、妙に自信がついてしまってな、つい調子に乗ってしまった。怖い思いさせてしまい申し訳なかった。あはは、もうそんなこと気にしてたんですか。そうだよ、怖い思いをされてラティアは怒っていたわけじゃないんだ。エゴなんだよ。もうなんかそこは触れないでやってくれ。確かに怖かったですけどね。いいんですよ、うまくいったじゃないですか。そうか、これでラティアも吹っ切れたな。本当の意味でお父さんとの決別ができたんだな。これからは第二の人生を歩んでいくんだ。頑張るんだ、ラティア。ところでギルバさん、ん？よくあんなに即決で勇者になろうと思いましたね。突然頼んだ私が言うのもなんですが。ああ、昔から決断をすぐにしようと決めているんだ。それに魔王もここ数年おとなしくなっていたが、いつまた暴れ出すかわからなかっただろう。なるほど、一応考えはあったんですね。まあな、あんなに真剣な表情で頼まれたら断れないだろう。おっそ。何か今、ギルバさん、魔物が近づいて、戦いの準備をって、え、ギルバさん予備の剣持ってますよね。まさかあの時に全部投げたってことは。いや、大丈夫大丈夫、こいつフィジカル無敵だから。拳で、握り拳一つで大丈夫だから。あ、いや大丈夫大丈夫。あ、終わりね。まあいい落ち着けたっていうことで、まあどうせ大丈夫だったでしょう。はい、ということでフィジカル勇者でした。まあ確かにコミカルな展開。まあそうだな、これは何ゲーだろうな、難しいな。普通に RPG とも言い難いしな、相当変わり種だし。まあ何よりそのやっぱ主人公がやっぱ無敵だから、サクサクいけるっていうのは、まあスマホ太郎が脳裏をちらつきさえしなければ普通に面白かったけど。はい、ってことでフィジカル勇者でした。ありがとうございました。